臨時ニュースを申し上げます。臨時ニュースを申し上げます。大本営陸海軍部、12月8日午前6時発表。帝国陸海軍は、本8日未明、西太平洋において、アメリカ・イギリス軍と戦闘状態に入れり。深く世界の大勢と帝国の戦場とに鑑み、地上の措置をもって、地獄を収集戦と保し、ここに終了なる南日新民に次ぐ新は帝国政府をして米英四祖四国に対しその共同宣言を受諾する旨通告せしめたり、主に今後帝国の多くべき苦難はもとより尋常にあらず、南日新民の中将も陳よくこれを知る。しかれども陳は自分の赴くところ、耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、もって万世のために太平洋を開かんと欲す。